ニック・ホーン・ビー、ニック・ホーン・ビー、ニック・ホーン・ビーは、イギリスの小説家、エッセイスト、スポーツ、音楽に関する著作で知られる。ケンブリッジ大学を卒業後、教員、会社員を経て、1992年にスポーツエッセイ、僕のプレミアライフでデビューする。これまでに、デビュー作、ハイ・フィデリティ、アバウト・ア・ボーイの3作品が映画化されている。僕のプレミアライフは、 イギリスとアメリカでそれぞれ映画化された。またアメリカでは2003年にパトリック・デンプシー主演でアバウト・ア・ボーイがテレビドラマ化されている。2010年には17歳の肖像でベイ・アカデミー賞の脚色賞にノミネートされた。また2010年には著作、ソングブックなどでファンだと公言していたアメリカ人シンガーのベン・フォールズと連名で アルバム、ロンリー・アベニューを発表している。このアルバムは、ホーンビーが書いた詩をベン・フォールズにメールで送り、その詩にフォールズが曲をつけるというスタイルで制作された。なお、このアルバムの役詞は、ハイ・フィデリティや、アバウト・ア・ボーイなどを翻訳した森田義信が担当している。義兄邸に、同じく作家、ジャーナリスト、政治評論家のロバート・ハリスがいる。 小説のフィクションアンソロジー、映画化作品映画脚本。ありがとうございます。